確か全日本大会一回か優勝したんですよね。あれ腕相撲ですね。腕相撲は優勝で、アームは2位と3位です。あ、アームレスリングは優勝ないんですか？2位と3位。腕相撲は全日本です。何キロ級で2位ですか？70キロ級です。70キロ級。はい、じゃあ、かなり面白い大会ができると思います。そうですね、でも歌の字でかいんですよね。一応ね、まあ、いきなり俺が言っちゃうとあのめんどくさいんで、うちの同業生全員倒したら、これがいきます。まあ、アームレスラーなので、これぐらいの条件でやってもらいます。そうですね。じゃあ行きます。はい。